こんにちは、神田です。今日は新潟と対戦する栃木の守備、新潟はどう攻撃したらいいのか、どう攻略したらいいのかについてお伝えしようと思います。栃木は守備の時はワントップだけね、前線に残して、あとは基本的に全員が引いて守ってくると思います。5-4-1 のシステムで、ウィングバックというか、ウィングが、まあ、ディフェンスラインまで下がってきて、5バックを形成し、その前に4枚の、まあ、中盤の選手がラインを敷いて、スペースを埋めてきながら守ってきます。まあ、ほんとこういったボードのような形で守ってくると思います。なので、ポゼッションできるけども、新潟は、新潟らしいサッカー、パスサッカーができない可能性が高いと思います。ゴール前まで行ける、ボールを運べることはできると思うんですよね。ですけども、そこからラストね、3分の1をなかなか崩していくのが大変苦労するんじゃないのかなと思います。で、どのチームもそうなんですけども、まあ、こういったね、引いてくる相手に、どうね、崩していくべきなのかというと、もう神田は考えたことは、ここまで、まあ、栃木が、もし、ベタ引きしてくるのであれば、ミドルシュートを打っていくのもいいんじゃないのかなと。ですけども、ミドルレンジから、決めきれる選手がいることが、条件になってくると思います。で、マーク、こうね、プレッシャー、ミドルシュートを打ってくる選手に対して、栃木の選手がマークね、プレッシャーをかけてくるのであれば、必ずね、このプレッシャーをかけてきた選手のところが開くんですよね。そこに、こう、新潟の選手が、うまく入っていけるかどうか、そして、外側を上がって来れる回数を増やしていけるかどうかが、この栃木戦大事になってくるんじゃないのかなと思います。いかに引かれても点を取ることができるかが、まあ、この試合のポイントになってくると思います。新潟のいつものサッカー、新潟のスタイル、攻撃を活かしていくのであれば、栃木のディフェンスラインとゴールキーパーの間のここのスペース、ここのスペースをいかにね、有効的に使っていけるかどうか、見出せるかどうかだと思います。引いた相手に対して、新潟のパスの出し手と受け手が、わずかでもね、ここの背後を狙っていけるかどうか、そこのイメージをね、共有していけるかどうかが、この試合の二つ目のポイントになると思います。あとは、栃木の狭い選手同士の間にいかにパスを通すことができるか、そのパスを通させるためにも、引いてるディフェンスラインの間を広げさせることが、まあ必要になってくると思います。まあどうするかというと、新潟のサイドの選手は必ずしっかりね、幅を取ること。そうすることによって、栃木の、まあ、サイドにね、いる選手は、こうね、外寄りのポジションを取ってくると思います。新潟はアタッキングサード。アタッキングサードで幅を広く使って、栃木の守備の陣形を壊すスペースを作ることが大事。アタッキングサードのサイドでもしね、新潟のサイドの選手が幅をね、取っていて、ここ寄せてこない、プレッシャーに来ないのであれば、フリーでね、クロスを上げることもできますし、相手選手の誰かがね、こうプレッシャーをかけに来るのであれば、ここのね、スペース、間が空くので、ここをね、うまく使うことができると思います。で、栃木のセンターバックとサイドの選手の間が空く。ここに新潟の選手が入っていく。で、栃木のセンターバックがもしかするとこうやってね、マークついてくると思うんですけども、そうすると今度はね、ここの真ん中が空いてしまうんですよ。真ん中を開けさせたくないので、もしかするとセンターバックがついてこないと思うんですよね。そうすると中盤の選手がこうやってね、下がってマークについてくるかもしれない。そうすると今度はね、ここのスペースが開くので、ここのスペースに新潟の選手が入っていく。
スペースを埋めていく。ここに入ってきた新潟の選手に、今度はね、栃木の選手は誰がついていくのかと言って、混乱が生じると思うんですよね。そうすることによって、こう、どんどん、こう、マークがずれていく。ずれが生じると思います。引いた相手には、サイドで起点を作ることが大事になってくると思います。あとは、相手の予想を上回るようなダイレクトプレー、動き出しが必要。パス&ムーブ、常に動くこと。相手よりも動きの質を上げていくことが、この栃木戦、めちゃくちゃ重要になってくると思います。前節、栃木と対戦した熊本は、やっぱりね、こう見ていて、栃木よりも質のね、いい動きをする。3人目、4人目の動きが、本当にね、素晴らしかったので、栃木を下すことができた。熊本のような動きができれば、新潟もね、必ず栃木に勝てると思いますので、必ずね、足を止めることなく90分間、パス&ムーブ、そして栃木よりも質のいい動きで上回ることが本当にね、この試合大事になってくると思います。栃木戦の神田が予想する新潟のスタメンなんですけども、ゴールキーパー小島選手、右サイドバックに藤原選手、2センターバックにマイケル選手、高見選手、左サイドバックに堀米選手、ダブルボランチに、コウ選手、島田選手。右サイドに、松田選手。トップ下に、伊藤選手。左サイドに、小見選手。ワントップに、鈴木選手と予想します。今節、高木選手が、累積警告で、出場停止ということで、まあ、トップ下ね、誰がやるのかという、注目が集まると思うんですけども、神田は、伊藤選手が、まあ、やるんじゃないのかなと、トップ下で出場するんじゃないのかなと予想します。で、左サイドに小見選手が入ってくるんじゃないのかなと思います。まあ、ここが先ほどお伝えしましたが、まあ、どういうね、攻撃をしてくるかだと思うんですよ。ライン間の間で、新潟がそこを使って、クオリティの高い攻撃をしたいのであれば、もしかすると、ここのポジション、秋山選手はやっぱラストパスが非常にね、いいラストパスを供給してくれるので、ここを秋山選手で、左サイドに伊藤選手だと思うんですけども、最初はこうやっぱサイドからの攻撃を使っていくんじゃないのかなと思うので、先ほどサイドからの攻撃であれば、しっかりね、幅を取ることができる。で、小見選手は深い位置取って、そこからね、中カットインっていう、まあシュートがね、かなり打てる選手なので、まあそういった意味でも、スタートを小見選手使ってくるんじゃないのかなと神田は予想します。そして、引いた相手にとっては必ず、先ほども言いましたけども、ミドルシュートをね、打つ選手が必要だと思いますので、島田選手、ここね、先発に戻ってくると思います。まあ、もしかすると、ここの島田選手のポジションに、秋山選手がね、入ってくるかもしれませんが、まあ、神田は島田選手が戻ってくるんじゃないのかなと。まあ、ディフェンスラインは、まあ、千葉選手がまだどういう状況かちょっとわからないので、まあ、高見選手が戻ってきて、マイケル選手とコンビを組んでくるんじゃないのかなと思います。あとは、サイドバック、堀米選手、藤原選手が、神田の調べで間違いじゃなかったら、イエローカード、今、累積2枚もらってるんですよね。なので、まあ、この栃木戦、今後これから、まあ、3枚目もらわないように、まあ、このお二人、気をつけてね、プレーしてほしいなと思います。で、試合展開は、新潟がボールポゼッションする率は高いと思います。その中で、どれだけ、まあ、さっきお伝えしたような攻撃ができるかどうか、相手のカウンター、セットプレー、コーナーキックを気をつけながら、先制点を先に与えなければ、新潟が3対0で勝利すると思います。ここがね、必ず引いた相手、引いてくると思うので、まあ、新潟が、まあ、ちょっとね、苦戦する。まあ、どこのチームも苦戦するんですけども、本当に、進化、成長が問われる一戦だと思います。で、どうしてもね、暑い時期なので、90分間、
動き回るとしんどいと思うんですよね。なのでポイントポイントで必ずやられないこと、決して守備の部分でルーズにならないこと、攻守の切り替えは栃木よりも絶対上回ること、そして質のいい動きでパス&ムーブを必ずして相手のね守備陣形を崩していけば栃木から神田は3点取れると思いますので、でこの試合本当ね負けてしまうと、他のチームの結果次第で自動昇格圏内2位以下になる可能性があるので、そうするとねこうやっぱモチベーション的にも今後不安になるので、もう絶対この試合は勝たないといけないと思います。もう絶対勝ってまずは自動昇格圏内をやっぱ維持することが大事になってくると思います。本当にね、楽しみな一戦となりますので、新潟が3対0で勝つことをね願いながら、神田をね一生懸命応援していきたいと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。